グラナダ。グラナダ県の県ントである。かつては、イベリア半島最後のイスラム王朝ナスル朝、グラナダ王国の首都であった。アルハンブラ宮殿が所在する。シエラネーバダ山脈を源流とするヘニル川流域のベガと呼ばれる、肥沃な平野を基盤にして栄えた。なお、グラナダはスペイン語でザクロを意味する言葉なので、ザクロは、死のシンボルとなり、死中にザクロの彫刻がある。 式、師匠にもザクロの果実が描かれる。スペインの国章の下部のザクロも過去にあったグラナダ王国を表す。紀元前8世紀からイベリア人が居住し、イルトリルという名で呼ばれた。タルテソスの文化と関係を持ち、フェニキア人、カルタゴ人、ギリシア人と接触していた。紀元前193年にローマの支配下に入り、イリベリスという名前で呼ばれた。 紀元5世紀からは、西ト王国の支配下に入った。711年、ウマイヤ朝の指揮官、ターリクイブンズイヤードの軍が、イベリア半島に上陸し、同年に、グラナダも占領された。都市の郊外には、ガルナタと呼ばれる、ユダヤ人のコミュニティがあり、彼らはターリクによる占領を支援した。これ以降、グラナダは15世紀まで、 約780年の間、イベリア半島のイスラム支配地アルアンダルスの領域となる。756年、アブドアンラフマーン一世がコルドバウトとして後、ウマイヤ朝を建国した。グラナダは、アルアンダルスの中でも重要な都市の一つとなり、イルビラ、またはエルビラと呼ばれた。ウマイヤ朝が衰えた11世紀はじめ、内戦のために都市が破壊された後、 ズイール朝の一族がこの地を征服し、1013年に大ァ諸国の一つであるグラナダ王国として独立した。都市は再建され、郊外のガルナタの位置に移動した。グラナダは11世紀末にムラービト朝に12世紀半ばにムワヒヒド朝に征服されたが、都市は発展を続けた。1212 12年、ナバスデトロサの戦いで、 ムワヒド軍がキリスト教諸国連合軍に大敗してからは、アルアンダルスは混乱に陥り、諸都市の支配者は互いに抗争を続けた。1236年、コルドバはカスティーラ王国のフェルナンド賛成によって陥落した。アルハンブラ宮殿のライオンの中庭グラナダの会場1232年、アンダルスの支配者の一人、ムハンマドイブン・ユースフ、イブンナスルは王を名乗り、 1238年に、グラナダに王国を建国した。1246年、ムハンマド1世は、フェルナンド3世と条約を結び、カスティーリアに侵入して奉納する代わりに、グラナダ、マラが、アルメリアを保有することを許された。ナスル朝グラナダ王国は、イベリア半島における最後のイスラム王朝として、約250年間存続し、経済、文化が繁栄した。 アルハンブラ宮殿はナスル朝時代に建てられたものでイスラム建築の傑作と評価される。しかし15世紀末にカスティーラ王国とアラゴン王国が連合王国となるとナスル朝支配地への征服が始まり1492年1月2日にグラナダが降伏してナスル朝は滅亡した。多宗教にも寛大であったナスル朝のグラナダには 当時キリスト教世界で弾圧されていたユダヤ人も多く存在していた。しかし、レコンキスタ完了後は、キリスト教徒によるユダヤ人の虐殺が行われ、多くのユダヤ人がイベリア半島から去った。そうしたユダヤ人は、オスマン帝国などで保護され、経済発展を支える一勢力になる。アルハンブラ宮殿のアライアネスの中庭グラナダは、壮麗なアルハンブラ宮殿で名高い。 宮殿と川を挟んで向かい合う丘の上にはアルバイシンの街並みが広がる。グラナダのアルハンブラ、ヘネラリーフェ、アルバイシンはユネスコの世界遺産に登録されている。毎年6月中旬から7月中旬にグラナダ国際音楽舞踊祭が開催される。クラシック音楽やバレエに加えてフラメンコも上演され一流の指揮者やオーケストラが集まる。2015年には 東京ユニバーシアードを開催した。ダカールラリーの出発地として1995年、1996年、1999年に設定された。市内中心部には路線バスが多数走っている。市外から1 5キロメートル西にグラナダ空港があり、マドリードやバルセロナからの便がある。ありがとうございます。